お待たせしました。ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生長谷川、マウンド上ピッチャーはスチュワート。バントしてきた、サード掴んだ、アウト。さあ得点圏にランナー高間。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは大塚。藤山、今日はセカンドゴロと三振。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。3年生平塚、今日はフォアボールとセカンドゴロ。さあこの打席で最後痛烈な当たり、抜いていった、中継、まずは同点、もう一人帰るか。平塚タイムリーヒット。今日はバッターは2年生原口、今日は三振とライトフライ。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。一塁タッチセーフ、内角ボール球打った、抜けた、中継、高松1点リードに変わりました。4対3、原口。バッターは2年生石原、今日はライトフライと三振。初球を打った打球は三遊間へ、破った、レフトバックホーム。石原いいバッティング、今日は安打を放っています。バッターの滝中ピッチャー返し、セカンドこれは守備範囲内、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。ファーストボールを掴んだ、一塁アウト。スコア、ランナー一人を置いて迎えるバッターは藤山。初球から打ってった、抜けた、レフトバックホーム、あっと送球それた、あっと悪送球。藤山ナイスバッティングです。初安打。バッター全国大会の魔物も遠い、抜けた、あっとこいつ二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。高松2点入りました。6対3。池田タイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。打ちました、切れていきます、ファウル。153キロ直球、空振り三振。6回目さあ天才的な才能が今花開く、打ちました、初球打ち、抜けた、中継、ストーン、いいバッティング。
今日2本のヒットを放っている栗田、高松、追加点のチャンスを迎えています。下に当たり抜けた、センターバックホーム、栗田ナイスバッティング。ここまで2安打の長谷川、高松一気に蹴りをつけたいところ。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。なおもチャンスやつ。バッターは3年生藤山。高松打ちました、痛烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン。噂通りのバッティング、ライトスタンドへ吸い込まれていった。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。チームメイトからも祝福を受けます。初球打った中山、バックしていったセンター前ヒット、一塁ランナー一気に三塁へ、三塁送球、平塚いいバッティング。ここで打者一巡したバッターは原口、2アウトランナー1塁3塁という場面で石原、今日はここまで4打数1安打。打ちました、あっと取れない、中継、高松さらに1点追加、13対3、石原タイムリー。バッターは2年生永田。さあ究極の思考が今解き放たれようとして、打ちました、1、2塁間へ、和歌山掴んだ、あっとこぼした、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。高松さらに1点追加、2塁送球、高松なおもチャンスが続きます。スチュワート陣、今日2本、1点当たりはピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、高松さらに1点追加、ストータイムリーヒット、高松なおもチャンス。今日は安打を放っています。バッターのクキャッチャー送球、二塁セーフ、ランナーが二塁に、低めボール球打った、見合いボールを掴んだ、見合い自らベースを踏んで3アウト、高松大きく引き離した。さあ調子を上げることはできるか、三塁タッチはセーフ、初球から打ってった、センターへ上がった、センター交代、これはヒットになります。三塁ランナーホームに突っ込む、後藤1点返しました。大塚タイムリーツーベースヒット、高松。バッターは1年生松村、ここまで2打席連続三振。高松打ってました、2塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、松村ナイスバッティングです。高松、バッターは1年生柴、今日は流し打ち、どうだ、原口取った、バックホーム、間に合うかどうか、タッチしてアウト、セーフ、1塁はセーフ、ダブル。ピンチヒッターは宮野、引っ掛けた、長谷川ボールを取る、ショートから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表、石田、初球打ち、ピッチャー返し、そして今拾い直した、一塁送球、一塁セーフ、記録はヒット。バッターは3年生藤山、二塁送球はどうだ、盗塁成功、ランナーは一つ先、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ちました、ヒットエンドラン、セカンド左抜けるか、和歌山掴んだ、アウト、これで2アウト。バッターは先ほどから途中出場している日野。さあ思考を研ぎ澄ませて、
内山ボールを掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。代打は橋本。一、二塁間への当たり、昨日取った。一塁送球、アウト。一球一振りに甲子園球場が酔いしれて、バッターは3年生福永。ここまで2打席連続三振。引っ張った。池田ボールを取る。一塁送球、アウト。高松、全国の頂点まであと一人。バッターは2年生宮井。高松、ここは何としても抑えたい場面。精密さを発揮することができるか。打ちました。内野ゴロ、昨日掴んだ。アウト。試合終了。優勝決めました。高松、短期の初優勝です。今日ついに全国の頂点までたどり着きました。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。実況担当は堂前英夫で、甲子園球場からお伝えしました。